あの演技力を磨くために舞台の仕事を積極的に増やされたっていうことを聞いたんですけれども実際そうなんですかです、うん、あご自身でそう思われて舞台とやっぱりドラマだったり映画っていうのはどこが違うんですかです、ねえっと、舞台は全身演技なんですね頭から下まで全部見えてんじゃないですか、はい、す舞台の演技は、はい、でもまあテレビとか映画っていうのはサイズが決まって、はい、アップとか何とかがあるんで、はいはい でも舞台はそういう意味で最初歩けないですよあの舞台の上歩けない普通に歩くなんかできないですどうしていいか分からないどうしていいか分からない手足がもうど,ど,う,しう,どうしておくかはいだからの板板の上に立ってて普通に呼吸ができるようになるまで何年かかりましたか何年っていうレベルなんですかや,やっと最近ですよええー、そうなんですか、はい、だから本当にその劇団からねずっとやってらっしゃる人たちっていうのはまた違うかもしれないですけど、はい、僕らはほら映像から入ってますから、はい。 そういういい意味ででほら基礎がないもんで、はい、でも劇団の人方たちはみんなそうやって毎日、はい、毎日そういう稽古してらっしゃるわけじゃないですか存在っていうのをちゃんと分かってやってらっしゃると思うんですけど、えー、僕らはできないから最初27ぐらいで初めて舞台やったんですけど、はい、もうダメ飯食えなくてもう,もうどうにもならなくて、はい、れしばらく経ってもうやめちゃいました。<laughs> あ俺は舞台向いいてないと そんなことがあってそれで本当に舞台を始めたのは42歳からですあそうだったんですかええ、そこまではもう舞台はできませんでしたじゃあやろうと思ったきっかけは何だったんですかあのいやずっと思ってたんですよねやっぱり演技の基本は舞台だと、うん、やっぱりステージだと思ってるんですよね、はい、うんで確かにやっぱり残ってらっしゃる方っていうのは皆さんやっぱり舞台 <laughs> やいらっしゃる方しかやっぱ残れないし、はい、やっぱ素敵な役者さんってやっぱりそうなんです。森重さんにね白森さんにそれはやっぱり舞台中心って。あ,<ー>あるあの男優の有名な方はもう亡くなりになったんですけど、はい、聞いたんですけどけんちゃん何って言って、はい、えっと舞台は勉強ですって言われた。テレビ映画はその応用ですって言われた。舞台は何回もやるじゃないですか同じ。はい 同じことなんですけど毎回違って、はい、あの今回うまくいかなかったけど次はこうやってみようかなってずっと色変えていけるんです実は勉強になるんですでも,でもテレビ映画はあの本番は1回しかないんですもうそれが勝負で舞台の上明日はんとかあ,<ー>あそここう変えたらどうなるかなとかね じゃあもう舞台1日目に見るのと最後に見るのじゃまた全然違うわけですねもう,うも,ううもう違う人物皆さんがそうですから全員がそう考えていくから、はい、もう最初はセリフがやっぱりあれだからねセリフをこうやりながら、はいうん、私の場合特にそうですからやっていくけど最後の方はもうセリフ入ってますから、はい、あと人物が本当の人物が動き出す、はい、そうするとみんながそうになっていくからもう全然違うものになります。 田中健さんは新歌舞伎座で行われます、金秋名作公演、女の家にご出演なされますが、そうです、女の家。はい、この舞台、どんなお話なんですかえ、あのー、まあ、3人のご兄弟がいらっしゃいまして、お店をやってらっしゃる。はい、えそれが、はいえっと、お父様がお亡くなりになって、はい、税金を払わなきゃいけなくなるんですよ。ははい 相続税で相続税。あ、相続税。相続税を払わなきゃいけなくなって、はい、だ売るか売らないか、つな、はい、げるか、多分いろんな三人のこの娘さんたちが。あるんでしょうね、お父さんが大事にしてきた娘を売るのか、私は売りたくないとか、そうい,いう物語が。その、それがやっぱ、それが根本にあってで、僕は不動産屋の役なんで、あ<っ>ちょうどバブルの終わりの頃の話なんで、 今、今いくらだか、今売って、安いけど今売った方がいいですよっていう、ういそういう進めて。でも、本当はその、え、次女の人と惚れてて結婚したいんです。だから、早く売ってもらって、彼女にはもうお店して、してほしくなくて、自分のところに来てほしいっていう、裏、裏の心はあるんですけど。はい そういう役でございます。でも、その、そうで入ったけども、その兄弟とのやりとりは人情がたくさんあって何かあるわけです、ね。そそこがやっぱり石井福子先生の、ですよね。はい、絶対もう、はい、僕一番、実は石井福子先生の、はい、えー、舞台が一番多いんですね。もう何、8本ぐらいやったのかな。<ー>えー、でもテーマは全部同じです。人情、家族。家族。で、悪い人はいない。温かみが残るわけですね。必ず。 全部それですそこを外してないんですねやっぱ先生自体がやっぱそういう方だと思うんで、はい、楽しみですね本当本当。でもやっぱり石井先生とやるのが一番一番僕信頼してるあそうですか先生で細かいところの演出がすごい一人一人の、はいえー、た,たくさん出てらっしゃるじゃないですか、はい、そういう人たちの動きもきっちり固めていくんで時代背景とかそういうのってのものすごい厳しい からその動きもあるし動き方とかで道具着物の柄はいもうほんと細かいですよそこら辺も見どころなんですね着物の柄全部ご存知ですから年齢はもう90歳近いですから徹底してますねまだまだ全然元気ですからもう僕は観音様だと思ってますけどああそうですえに本当に本当にそうですよ本当に皆さん聞いても多分観音様だって言うと思います お食事に連れてきていただいたりしてもあったかし絶対断らないし、ええ、すごいですよねあんな忙しいのに、はあ、だからもう大好きです、はあ、もう先生と、うん、芝居できるっていうのはまあそんな幸せなことないですね仕事したい方と仕事として向き合える、うん、そうなんですそしたら新しく普通はだって原作あるわけじゃないですかそこに新しい役をじゃこれくっちゃくっつけるから ちょっとめちゃくちゃいい役割。うわあ素晴らしい。そういう先生ですよ。だからもう大好きです。はああ戦い話たくさんどうもありがとうございました。まだ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 聞きたいことはたくさんあるんですが、はいはい、最後にあのリスナーの皆様に一言お願いいたします。はい、あぜひあの10月4日から23日まで新歌舞伎座です。女の家ぜひ来てください。はい 素素敵の素敵な物語だと思います本当に今日はどうもありがとうございました。した田中健さんでした <laughs> あの演技力を磨くために舞台の仕事を積極的に増やされたっていうことを聞いたんですけれども実際そうなんですかです、うん、あご自身でそう思われて舞台とやっぱりドラマだったり映画っていうのはどこが違うんですかです、ねえっと、舞台は全身演技なんですよね。 頭から下まで全部見えてんじゃないですか。はい、す舞台の上で言,って言えば。はい、でもまあテレビとか映画っていうのはサイズが決まって、はい、アップとかなんとかがあるんで。はい、でも舞台はそういう意味で最初歩けないですよ、あの舞台の上。歩けない普通に歩くなんかできないです。どうしていいか分からないどうしていいか分からない。手足がもうど,どうしようか分からない。はい<う>はい。だからの板、板の上に立ってて、普通に呼吸ができるようになるまで何年かかりましたか、ね。何年っていうレベルなんですかでやっと最近ですよ。え そうなんですか。はあ、だから本当に、その劇団からね、ずっとやってらっしゃる人たちっていうのはまた違うかもしれないですけど、僕らはほら映像から入ってますからはい。ちょうどバブルの終わりの頃の話なんで、はい、今、今いくらだか、今安いけど今売った方がいいですよっていう、そういう勧めて、でも本当はその、え、次女の人と惚れてて結婚したいんです。 だから早く売ってもらって彼女にはしもうお店し,たしてほしくなくて自分のところに来てほしいという裏,裏の心はあるんですけど <laughs>、はい、そういう役でございますでもそ,のそうで入ったけどもその兄弟とのやり取りは人情がたくさんあって何かあるわけですねそこがやっぱり石井ふ子先生のですよね <laughs>、はい、絶対もう、はい、僕一番実は石井ふ子先生の、はいえー、舞台が一番多いんですねもう何8本ぐらいやったのかな えー、でもテーマは全部同じです。吟情家族。家族。で、悪い人はいない。温かみが残るがわけですね。必ず。全部それです。そこを外してないんですね。やっぱ先生自体がやっぱそういう方だと思うんで。はい、楽しみです。私の場合特にそうですから、やっていくけど、最後の方はもうセリフ入ってますから。はい。あと人物が、本当の人物が動き出す。はい。そうするとみんながそうになっていくから、もう全然違うものになります。 田中健さんは新歌舞伎座で行われます金秋名作公演「女の家」にご出演なされますがそうです「女の家」はいこの舞台どんなお話なんですかえあのー、まあ3人のご、はいご兄弟がいらっしゃいまして、はいえー、お店をやってらっしゃる、はい。え、それが、はい、えっとお父様がお亡くなりになって、はい、税金を払わなきゃいけなくなるんですよ、はい 相続税を払わなきゃいけなくなって売るか売らないかつなげるか多分いろんな3人の娘さんたちがあるんでしょうねお父さんが大事にしてきた娘を売るのか私は売りたくないとかそういう物語がそのそれが根本にあって僕は不動産屋の役なんです森重さんにね森さんにしろやっぱり舞台中心ある のもう亡なくなりになったんですけど聞いたんですけどケン、はい、ちゃんなんて言って、えーと「舞台は勉強です」って言われたテレビ映画はその応用ですって言われた舞台は何回もやるじゃないですか同じ同じことなんですけど毎回違って、はい、あの今回うまくいかなかったけど次はこうやって見ようかなってずーっと色変えていけるんです実は勉強になるんですでも,でもテレビ映画は あの本番は1回しかないんでもうそれが勝負で舞台の明日はんとかあそここう変えたらどうなるかなとかねじゃあもう舞台1日目に見るのと最後に見るのじゃまた全然違うわけですね全然,全然違うみたいなもう違う人物皆さんがそうですから全員がそう考えていくからもう最初はセリフがやっぱりあれだからねセリフをこうやりながら、はい、そういう意味ではほら基礎がないもんで、はい 劇団の人方たちはみんなそうやって毎日毎日そういう稽古してらっしゃるわけじゃないですか。存在っていうのをちゃんと分かってやってらっしゃると思うんですけど、えー、僕らはできないから、最初27ぐらいで初めて舞台やったんですけど、はい、もうダメ、飯食えなくてもうか、もうどうにもならなくて、はい、れしばらく経ってもうやめちゃいました。あ<ー> <laughs> あ俺は舞台向いてないと。 そんなことがあって、うん、それで本当に舞台を始めたのは42歳からですあそうだったんですかええ、そこまではもう舞台はできませんでしたじゃ <laughs> やろうと思ったきっかけは何だったんですかあのいやずっと思ってたんですよね、はい、やっぱりやっぱり演技の基本は舞台だと、うん、やっぱりステージだと思ってるんですよね、はい、うんで確かにやっぱり残ってらっしゃる方っていうのは皆さんやっぱり舞台 <laughs> やってらっしゃる方しかやっぱ残れないし、やっぱ素敵な役者さんって、やっぱり、そうなの。